なんかいろいろ言われてるじゃないですか。被爆についてもいろいろ言われてて、なんか、ね、外部被爆とか内部被爆とか、結局そんなものよりもその吸い込んじゃったらもう関係ないんで、うん、空気に散らばってるってことなんですか。そうそう、吸い込んだり食べたりするとね、もうずっと中から攻撃されて、24時間1日24時間攻撃され続けるっていう。子供がいるんですね。ああ、やばいやばい、子供やばいよ。なんか本当結構危ないんじゃないかなと思ってて。いや、本当子供は心配で。いや、本当にね、いないんだけど、子供は一番被害を受けるんで、いや本当に注意しないと、もう、もう大変なことに、後で後悔しても遅いからね。そうですよね。だからそれはもう。何見てんだよ、何見てんだよ。命からがら自主避難してきたら、え、放射能が映るとか言って差別しやがってよ。お前ら本当無理だな。ね、そういうのがさ、みんなの不安煽ってんのわからないの？自分だけがいいとか、自分の子供だけがいいとか、そういう発想ですよね。今はさ、日本がみんなで頑張んなきゃいけないでしょ？ねえ、そういう時に何なの？そうですか、自分の身守って何が悪いんですか？ね、無駄にみんなの不安煽らないでよ。煽ってないですよ。煽ってます。だから言ってるんじゃないんですか。あなたのその神経質さの方が、本当宗教みたいで不安です、こっちは。